あ、そろそろ布団を取り込まないと。いいや、不死ねえまで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろう。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが、うわっ！ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるってイリア。シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。まったく、三人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんとシロにアンチかけたの。シロとお昼寝したかったの。早く時に分かったわよ。もうでも本当に解いちゃってもいいの。どういう意味さ。まあいいか、リンが溶けていたんだし。ほら、何すんのよこの時。そういうのはお姫様の傷って相場が決まってるじゃない。逆でしょ、逆。何よ、リーはシロが目覚めなくてもいいの。いいわけない。ああ、そろそろ布団を取り込まないと。な。イリア、不死ねえまで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろう。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが、うわっ。ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるってイリア。シロは、いい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせい。